お待たせしました。続きまして最後の講演になるでございますけれども、テーマ3、伝統的建築物の建築制度でありますが、工学院大学建築都市デザイン学科教授後藤先生にお入りいただきます。後藤先生、本日は、よろしくお願いいたします。それでは、後藤先生のプロフィールをご紹介申し上げます。先生は、建築士、保存主専門であります、東京大学工学建築学科卒業の文化庁文化財保護部建築部科を務めまして、現在工学大学建築学科質問デザイン学科であります。また長野県文化財保護審議会長、埼玉県景観アドバイザーなど委員として重要な立場でご派遣されております。主な著書には建築学科の基礎録、日本建築史、都市の記憶を失う前に建築保存待ったなしなどがあります。それでは先生、どうぞよろしくお願いいたします。ただいま紹介いただきました工学院大学の後藤と申します。先ほど話した土本先生とはですね、大学の、一級上でありましてですね、私の方が若く見えるかもしれないですけど、私の方が上でありますということでですね、今日は実は私に与えられたテーマは制度の説明です。で、僕は実は大学出る前に文化庁にいましたから、やっぱそういうこともあって制度の説明をしろということだろうと思いますので、このルールですね、ご紹介させていただきます。まあ、稲荷山がやっぱりこう、千曲市がこの保存地区にこうなってほしいと思ってるわけですから、まあ、この皆さんにこれを理解いただかないといけないということで、で先ほどから出てますその全国の地区数は、まあ、これは先ほど、もう気になりましたが、伝統的建造物の保存地区って法律上なんて書いてあるんですけども、周囲の環境と一体を成して歴史的ルールを形成している伝統的な建造物群で家族の会の、ね、こういう、言い方になります。で、それが、まあ、今のは市が指定する場合の要件ということになりますけれども、それをですね、国が選定、国が選定するとこ重要って言いますね。じゃあ市がそういう地区を指定して国に申し出て、こういう要件のどれかを満たしていると国が重要に選定してくれる、伝統的建造物群が全体として異常的に優秀なもの、稲荷山の白壁の土蔵の町並みは異常的に優秀かしら、こんな感じですね。で、伝統的建造物群および地割りがよく旧態を保持している、こう町並みを作っている建物とその地割りがですね、よくこう満開しながら姿をとどめている建物です。ただまたあと伝統的建造物およびその周囲の環境が地域的特色を顕著に示している、まあ、建物だけではなくて、周囲の環境が顕著なんでしょうか、どれかにいかに該当しないときには重要に選んでいけないということです。まあ、ただし今最初米山さんからありましたみたいに、国が2年もかけてお金を補助してくれているということは、国はもうこれの候補だって考えてるんですね。だから、まあ、私は国の担当官じゃありませんから、どれに該当するかは、まあ、分かりませんけれども、国の担当官がこれのどれかに該当するに違いないと、まあ、確信しているというこういうわけですね。さて、じゃあこの重要伝統的建造物群の略して重点群ですけど、そうなるとどうなるのってことですけれども、国が一応重要な歴史的町並みという位置づけですから、まあ、国の文化財ということでこれを残していく、地元が残していく意思があればそれを、継承していくこと、国が支援していくという、こういうことですね。まあ、だから、まあ、ある意味で言うと、ずっと残していくことをまず市が決断しなきゃいけない、そういう市が頑張ることを国が支援してくれる。で、一方ですね、価値を守らなければならないので、古い建物の修理とか、まあ、改築なんかに関しては少し届け出や許可っていう、まあ、少しですね、要件が、必要になるということで、まあ、この辺が住んでる皆さんのちょっと気になるところだと思いますが、これについてはまた後ほど詳しく話をさせていただきます。で、水回りの内部なんかは、支援がないんですけれども、一方で見やすさを考えて、改造しているのは事実ということでありまして、まあ、この辺りも後で後ほど詳しく聞きたいと思います。で、ざっとした流れですけれども、今まさにこの国が支援をして調査をやってくれているところ、
で、実際には地区を指定するためにはですね、地区町が条例を決めて条例によって審議会を定めて、それで地区を定めなければいけません。都市計画的の場合には都市計画決定を、で当然条例を作ったりですね、地区を決定したりするときに地元の皆さんの住民の合意がなければ進まないのは当然のことで、調査をしているからなるわけなので、これからまあゆっくり合意を形成していこうという、こういう状況である。で合意が形成されたら、この保存計画という名前になっているんですが、実はあの地区の中での、今後のルール作りですね、そういうものを、決めていくことになります。でこのルール作りについても、実はこれあの地区の中の先ほど言った届け出とか規制と関係しますので、これについて後ほど、具体的な事例を見ながら、お話をしていこう。でここまで来てようやく、市町村から国に選定をお願いしますねということを申し出られて、そこで、先ほどの該当にすると重要伝統で行ける動物区ということになって、ようやく国の選定してくれた町並みになるんですね。なるべく、まあ、我々調査している人間にとってみると、ここからここまでをですね、短い期間でできないかななんて思っているわけですけれども、まあ、それに関しては皆さん住まわれている方の理解と、また自治体のやる気次第となりまして、まあこの両方が稲荷山で揃っていると信じているんですけども、まあ、とりあえず、じゃあまずですね、人間ですね、悪い方から言うとみんな言うこと聞いてくれませんから、先に甘い餌の方からねお話をさせていただいて、支援ですね、どういう、こういいことがあるのか。まずですね、まあ、こう 国がこう設定してくれるとですね、地区の中の伝統的建造物っていうのを、告示しなきゃならないことになっていて、まあ、これはまあ要はこういうものになることを合意してくれたものっていうことなんですが、まあ、これをだから残していくっていう話なんですけれども、その家屋の固定資産税は、非課税になります。まあ、あの古い家ですから、家の課税額は大したことないと思われるかもしれませんが、実際ですね、ちゃんと回収をすると回収の時に評価の見直しっていうのが課税が上がりますから、それが上がっても非課税のまんまということで、直しても、非課税のまんまですから、残していくことにそれなりのメリットがあります。一方ですね、土地の固定資産税に関してはですね、これはあの自治体が独自にそういう条例を設けてやらなければならないんですが、市長、当時市長、今は総務省になりますけれども、大臣から通達が出ていて、こういう古い家屋の土地に関しては2分の1以内で減額することが望ましいですよということが、はい、あの通達が出ている。で、まあ、こういうふうに出すとですね、大体市長さんとか、教育長さんとかですね、大体お金を握ってる人はですね、これ市町村にとっては減収になっちゃうから、予算がマイナスになって困るんだ、こういう話になるんですが、実はこれは国が通達と国の、税法でこう決めてますから、国が税金を減らせって言っておりますので、必ず交付税でですね、補填というかですね、マイナスを補ってくれる措置がありますから、ここの分に関してはそういう意味では、国が、まあ、黒字の団体だと補ってくれるんです。東京都みたいにお金持ちだと税も戻してもらえないんですが、まあ、千曲市の経済状況はよく知りませんが、おそらく日本の、自治体の中で戻しがない自治体はほんの一人ですから、おそらく戻って対象になっているんじゃないかと思います。から次にですね、これも大事ですね。市区町村がこの地区の保存のための行った措置について、負担した額の2分の1を国が補助しています。市町村がどれだけ負担かしたかによって国がバックアップをするかと変わってくるので、市町村がこう非常に手厚くやれば国もその価格を出しますけれども、まあ、市町村の、バックアップが少なければ国も少なくするということですね。まあまあ、いわばだからそういう先ほど言った市町村のやる気と熱意が問われて、そういう仕組みで。で、じゃあどういうものが実際補助の対象になるのっていうことですけれども、こう古い建物を残していくことに関する修理費ですね。市町村はこれ所有者に対して補助しています。で、あとは実はですね、これが大事ですね。適適分地に合わせた建造物の新築修繕。まあ、要はですね、町並み、先ほど米山さんが言ったみたいに古い建物だけでできているわけではありません。
空き地もあるし、景観に合わない建物、景観に合わないものを建て直したり改修、合うように改修したり、空き地に空地に合わせた建物を建てたら、それも、市町村が補助した場合に国がその2分の1額を、支援してくれるということで、何も古い建物の修理だけじゃないんですね。だから地区全員で街並みの、バリューを上げていく、こういう、整備ですね。から先ほど出てました地区内の防災施設なんかの設置ですね、まあ、設備なんか設置したりする、これは公共事業です。市町村も自らやるようになりますが、こういうものも、国が半分補助してくれる、まあ、こういうことになりますから、防災の、白川村で防水池がついてますけれども、ああいうものの半額、白川の場合はですね、実はもうちょっと過疎化が入っていて、中山間地なんでもうちょっと補助率が高いんですけれども、まあ、一般的に国が2分の1出してくれる、まあ、こういう、国も、こういう甘い餌を出してですね、こっちの川に渡ってきなさいよと、ほとんどの道に渡ってきなさいよということで言っています。で、じゃあどういうものが、修理と、修繕という、我々呼んでるんですけれども、修理、これは先ほどの、ちょっと古いですね、私の資料。これ若狭町、もういい、若狭町になってますね。上中が、上中宿、熊川宿という、先ほど、越前街道、越前道のところは、熊川街道の、米山さんが言ってたものなんです。こういう建物ですね、これどうにもなんないだろうと思うとですね、あら驚きですね。直せないものはない。古い建物、大概直っちゃうんですね。これが修理。これだって直せる、ちゃんと住める。一方ですね、同じ、上中の熊川宿、この家はこういう格好に、建て直す。これ新築修理で補助対象です。これはですね、この地区がこうやってだんだんこう活気が出てきたんで、後継ぎが帰ってきたんですね、この家。この家建て直すには、後継ぎが帰ってきたら、すごいちっちゃい家なんで、やっぱり建て直さざるを得ない。だったら建て直しを認めて、ちゃんとその周辺の町並みに合った、これはこの隣なんかが大体こう、この町の大体典型的な2階建てで袖壁がついているので、これはもともと古い家だ、お蔵のような形で残っているので、ここなんですけども、一般的にはこういう家が、形だったので、その周りの風景に合うような形に、修繕して建て直す、こういう行為に対して支援が出ている、こういうわけです。次に防災施設ですね。防災がないと、昔はこういう街中燃えて土壌がなくなっちゃう、こういうことがあったら困るので、貯水槽を整備したり、こういう形で、消火栓を設置したりですね、まあ、いろんなこういう行為にですね、国の支援を受けて街並みで取り組んでいるということが、この時大事なのはですね、上から任せてるんじゃなくて、やっぱり木造で火事があると怖いですから、町のみんながこう総出でやっぱりこう、火事に防災に協力するコミュニティが大事なんですね。だから僕はあんまりこの放水銃好きじゃないですね。勝手に水吹いて言うと動いてくれるだけだから、自分たちが汗流さない、まあ、汗流してこれ高山の風景も、こういうことをやって、やることが、まあ、実は白川も、この放水銃で、こういうその、町の、村の中にある水路を使ったこう消防訓練をやってますから、防災も、やっぱりコミュニティが非常に大事だと、まあ、古い町を残していくことになるので、やっぱり現代に合わない部分がありますから、こういうのをこう町を挙げてやっていく姿勢が大事です。さて、その他ですね、こういう地区の説明板の設置であるとか、また古いものを残していこうとすると、現代の建築基準にどうしても合わないという時がありますから、そういうことじゃなくて建築基準法を緩和する措置でもですね、まあ、こういうことが、まあ、バックアップの措置として、行われています。さて、いよいよ、いいことばっかり言ってもらうなんで、いいことをもらうためには厳しいこともあるんですので、規制も当然なんです。じゃあ、ルール的にどのような規制がかかるのかというとですね、法律の文言ではですね、歴史的風致に関わる現状変更について事前に市区町村の教育長の許可が必要です、ね、こういうふうに、書いてあります。
こう書いてあるだけで何があるのかやっぱり分かりません。歴史的な風致に関わるものって何でしょう。で、まあ、大体主に建物の外観ですね。外に見えてるわけですから、建物の外観、その他に風致に関わるの。大体固定とか石垣とか樹木とか河川とか水路ですね。まあ、こういうのを宿題で少し変えなくこう手をにじろうとしたら、こういう時には、教育長の許可が、まあ、必要になってくる、まあ、こういうことに。この時の現状変更って何でしょうか。まあ、現状変更というのは大体建物の場合には、まあ、大体増築改築模様替えだと思っていただければ、理解しやすいので、文化財保護だとこういう言葉になりますが、建物の外観に関わる増築改築模様替えに関しては、許可がいりますねと。それから AI 石垣屋なんかも少しこう仕様を変えたりする場合には許可がいりますねということになります。やっぱこう聞くと結構面倒くさいなと思うかもしれないですが、ここで肝なのはですね、市区町村の教育長の許可なんですね。あくまで許可の主体は筑波市の国じゃありません。だから伝統的建造物の保存地区の制度というのはですね、重要がつこうが何しようが、許可をしてくれるのは国じゃない、市町村。市町村ごとに許可基準を定めていい。ここが非常に面白い。で、だから地区の特性に合った許可基準を筑波市が独自に作っていいんですね。だから皆さんの町でやりやすいようなルールを、筑波市で作っていい。でまた大体教育長が許可するというとですね、教育長が全部その書類目を通してハンコついてるわけにいかないので、その教育長がどういう場合に許可をするのかっていうのも当然例えば委員会を設けて委員なんかをこう判断を委ねることだってあるでしょうし、町並みの調査の何て言うんですかね、市の担当に医師かなんかを置いてですね、その人の判断を優先したりすることもあるでしょうし、これも市町村ごとにですね考えればただしですね、あんまりこの許可基準が緩いと、国が、重要で選定してくれないということになりますから、ある程度この国が求めるとこれだったら保存に耐えますねと言えるところぐらいの、許可のレベルというのは、少し考えなきゃならないということになります。さて、じゃあなぜ許可基準が必要か。やっぱりこんなのは街並みの中に立っちゃったんですね。やっぱりこれは、風景的にいやまずいよね、街並みの風景台無しだよね、こういう、これはとある酒屋さんの本社事務所が美しい酒蔵が並んでるんだけど、本社の事務所だけが景観を著しく害してますねと。ここに来たらみんな お酒買う気がなくなっちゃいますよ。裏の中だったらお酒買う気が出てくるけれども、こんな感じですね。こういうものが、街に登場しないように、まあ、みんなでルールを決めていきましょう。規制というとですね、なんとなく教育長さんにお伺い立てるみたいになりますけれども、地区の中でみんなの共通認識のルールを作っていきましょうというのが大事なことということになります。じゃあそのルールの時にですね、やっぱり街の特性に合った建物を大事にしていきましょうということになりますから、ここは地区ごとにセンサー万別です。これは福島県の大宇、ここはかやぶきの、みんな道に向いてお先妻の方が長い方が北東してて、こういう感じ。ここ今井町ですね、奈良の柏原市。こちらは屋根面が全部見えていて、これ山口県の柳井市ですね。これは三角形。だつまりですね、町によってやっぱりこう景観を代表する建物って全部違うんですね。じゃあ稲荷山はどういう建物が、稲荷山の町なのか、形でしょうか。ということでさっきの下本先生の調査があるということで。一方、これ函館になったらですね、今度はバラバラです。バラバラだけどよく見ると、板張りでこう縦長の窓、これだけみんな一致してるんですね。だからもう、その地区によって何が大事か、どんな形がいいのかっていうのはですね、もうその地域地域で全然違います。母屋だけではありません。もっと大事なの特徴的な塀見てもらう。まあ、高知のキラ川というところは石の塀です。でこれ京都の上賀茂というところは土塀で、下に石があって上に川。これは先ほど米山さんが出していた
秋田の角野で、ここは板部で、これ秋田、これ青森の広さ、これは池があるんですね。その町その町によって実はこの外交って言われる外側塀の作り方も違う。さっき の、 鹿児島なんかはこの池垣でもっとこう丸っこい幅の広い池垣、こういうものも地球の特性。さらに言えば庭木、弘前と、まあ、大体上山は一緒ぐらいですけれども、室戸はですねほとんど庭木見えません。一方角野立はこの立派な桜の木がドーンと見えるんですね。このドーンと見えているものも含めて景観だけれども、こちらはですね庭は、大して重要じゃない。だからこちらの町はですねこの樹木の剪定なんかにも、少しバックアップしないと景観を守れないですね。こっちの人は庭は、自分家で勝手にやってねってこういうことです。一方こういう家を見てみますとね、塀でから隠れて屋根しか見えないですから、こういう町だとですねあんまりこの表中央区の母屋の1階にこう規制を課す必要が全くないんですね。ここがアルミサッシになろうかどんな色してようか一般の人の 目に触れませんから、そこに規制を課すっていうことがいらないということになってますね。こういう街の作り方はですね、全然規制も変わっていない。またあと、この上川なんか、この川にですね、このやっぱ橋がいいんですよね。ここにですね、ガードレールが作られて、こう、ごついこう手すりがついちゃったら、やっぱりまずいよねっていうことになるので、ちょっと車には不便だけど、そういうのつけないようにしましょうよ。これがルールになってますね。だこう、街によってですね、何を我慢するかっていうのはですね、それぞれ違う。稲荷山ではみんなでこう共通で何を我慢すればいいのかって、ね、ゆっくり話し合ってそれを決めていくっていうことが大事。さて次にですね、私が調査してまだ町並み保存になって地区になってないんですが、宇和島市の津島町の、岩松がこれ川と山に挟まれて、町が美しいだけじゃなくてこの川と山が大事なんですよね。この背景、先ほど周辺の環境と一体になって歴史的群衆を形成している、まさにこういうことをやる、こういうものも含めて守りましょうというのが、町並み保存地区の考え方でありまして、例えばですね、ここのこれは丸亀の芝久本島という海と山に囲まれた町の保存地区なんですが、ここではですね、こんなふうに、山の稜線で保存地区をこの家が残っているところだけ守るんじゃなくて、裏側の背景になる山のところにやっぱ余計な看板とかですね、そこがこう木が板取りに伐採されたりすることがないように、そこにもこう規制をかけて、稲荷山でどういう風になるのかは、ね、分かりませんけれども、こうやって少し広域に緑地なんかと一緒に守っているところの地区もあるということです。じゃあ次にですね、よく行われているやり方なんですが、地区の建物をですね、こういういろんな部位別にこう、こう見まして、先ほど坪本先生が屋根が勾配が急なんじゃないかと言っていますけれども、そういう細かい細部も含めてですね、こういう町では、自分の町の一般的な建物ってどういう作りをしているんだろうというね、こういうことをやってルールを作っているというのが、まあ、割合と一般的な、やり方。これはですね、実は、これ日本の、島根県大田市湯の津というところなんですが、これ実は世界共通、バンコク共通なんですね。アメリカ、ボストンのサウスエンド地区、歴史地区という、同じ、これ日本語になってますけど、これ東大の人が日本語訳にしてくれたのになって、本体は英語で書いてあるんですけども、同じようにこうそれぞれのパーツを引いて、この町の特徴的な建物はこんなのだよねって。でここでですね、ルールにのっとって、まあ、どこの町でも集計、新築がある。ルールにのっとって新築されたので、これです。この古い町並みに、なんとなく合わせるように、ちゃんとルールに合わせて新築をして、こうやって町の風景を、保っているんですね。世界中ですね、台湾にも保存地区あるんですよ、こんなにあの看板がごちゃごちゃしているようだけど、よく見ると看板も統一させているんですね。この町ではやっぱりこういうこうなんとなくこう日本の看板建築と言いますが、やっぱり同じことです。こういろんなパーツを引いてこういうものをこう大事にしていきましょうということで、町並みの集計
どれが集計でどれがよくわからないというですね、中国人であのフリーモンを作る偽物というですね、偽模造品というですね、作るの前ですね、わかんないです。どれがどっちが古くてどっちが新しいかわかんないです、ね。そういう感じでこう街並みをとか、まあ、中にやっぱりもともとルールを作る前にできたこういう街の風景にあらゆる建物もあるわけですけれども、それをだんだんこう合わせて街をこうやっていこうということで、世界各地でこうやっている。さて、ヨーロッパですね。ヨーロッパは違う。これはまた別のですが、ドイツの例ですけれども、ドイツの保存地区はですね、こう2種類の方があるんですね。真ん中の、非常にこう厳しく守っていくところと、周辺の少し緩い基準にするところ、二重の規制にしていて、ドイツ厳しいですよね。まあ、驚きました、これ見て。日本の保存地区はですね、これ全部 OK です。何がダメなんだろうと思うんですね、この扉つけたらダメなんですね。きついなというですね。ヨーロッパ厳しいですよ、本当に。よく日本は規制が厳しいからこんなん言ってるって言うんですよ。全くそうですよ。ヨーロッパはこんな文化や民度で残してるわけじゃない。相当厳しいですよ。これにみんな我慢してるわけじゃない。誇り持ってやるんですね。それで文句言ってるって。文句言いたかったらいなく、住まなきゃいいっていうことですよね。そうですよね。みんなここに立つと中入りできるんです、ね、住んでます。で、実はですね、これ左は、佐賀県成田町です基準なんですけども、なぜかこう2つ絵がある。これですね、新築するときにこう2つルールなんですね。なんで2つあるのかっていうことで、これ実はですね、こっちのやり方をすると市町村からお金がもらえる、国からも支援してもらえるのがこっちですね。こっちは何かというと、これはお金もらわなくてもいいから少し自由度を高くしたい。だから、お金もらわなくてもいいからちょっと自分の好きに作りたいんだよというときに、そっちの側のルールと、合わせてちょっとお金をもらってやるルールの2つが保存地区の中に書いてあり、まあ、日本の場合ですけれども、だからこちら近江八幡で先ほどの水郷の大宮島です。こういったお医者さんなので、プライドがあってですね、ちょっと現代のこうおしゃれなのを作りたいですね。でこういう人はですね、ルールに合わせて、こう日差しとか屋根だけ合わせてくれれば、あとは自分のお金なんだから好きにやっていいですよって感じで、さっきの上中の人は、私はちゃんと周りの人に合わせてやりたいから、修復のお金をもらって、新築の補助をもらって建て直しますって言って、周りに合わせた家になって、こう2種類のルールなんですね。どっちもありえるんですね。こういうのもおそらくイタリアもですね、実際保存をやっていくということになれば、作っていかなければならないことに。さて、これはいよいよ一般的な古い建物の場合ですけれども、奈良の今井町にある町づくりセンターの公開してできるんですけれども、外観も、通りから見える外観はきっちり残しています。一方、裏側は通りから見えないので、増築をして、そこに現代的な設備を入れてますし、内装は適宜現代風な、やり方をして、場合によっては耐震補強などを入れながらですね、そうやって積みこなしています。でこれは奈良の今井町はですね、実はこの上中町もそうだったんですが、熊谷町もそうなんですが、これに一軒ですね、モデルハウスを作って、これ別に立派な家じゃなくて、今井町でごくごく一般的なそう家なんですけれども、それをこう、保存地区で再生するとしたら、こんな再生の仕方がありますねと。でまあ、こういうふうに修理したときに、一体行政はどこの部分にどういうふうにお金を出してくれて、ここはこういうふうな壁は自分の負担でやってですね。ここに来ると町の人が学べるようなモデルハウスを行ってですね。まあ、今皆さんですね、ハウスメーカーから家買うときどうしますか？大体みんなモデルハウス行って、ああ、ここのメーカーはいいわね、なんつって買うわけですね。それと同じようにですね、古い建物の改修もですね、町で、うちの町でこう保存のルールにのっとってやったらこういうふうな、モデルになるんですよ。そうやって実体験して体験すると皆さんご理解が早まるんですね。さっきの上中塾なんて熊川塾なんかそのさっき言った吉田圭さんっていうのが、出て入って、あれは実は、一般的なやつは結構でかい立派な絵だったので、ちょっと値段が、高くなっちゃったんですけども、それでも台所とかですね、そういうところで、十分こう、こういう改造しても全然保存地区って許されるんだって、それ見てみんな理解したんですね。
そういう、こう実際に見てこう一個見る非常に重要かなと。やっぱり自分の街とやっぱ近いものを見るですね。おそらく、だからここだとさっき言ったやめとか見ると分かりやすいですね。さて、いよいよですね、他にもですね、なかなか日本だとここまでじゃないんですが、世界の保存地区よりその他にもいろんな政策をやってます。先ほど出ていた駐車場ですね、やっぱ交通対策が重要になっています。でですね、やっぱりこう保存地区の中をだんだん人がいっぱい来るようになるんですね。やっぱどの世界各国共通です。そうするとやっぱ車がこうそこにどん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 入ってきたら、こうやっぱ非常にこう、観光的にも危ないですし、よろしくないということで、駐車場をですね、こう街中の外に公共がちゃんと整備して、街中はこう歩いて楽しめる街にするっていうですね、こういう政策を取っている保存地区っていうのがたくさんあります。でそういうところは非常に流行ってで、でもですね、そうなるとですね、じゃあ住民の車はどうなるのっていうことですけども、さっきのドイツの街並み、よそから来た人のパーキングは外でですね、地区の人は路中ある、ね、でこの路中ができる道路っていうのは地区の中では唯一ちょっとこう道幅が広い道路ですけども、通りを 一方通行にして片側に止めると、それで、両側に止められちゃうと、消防車が行けないんですが、片側だけだと消防車が通れるので、消防車が通れる幅を明示しておいて、ここは絶対止めたくないんですけども、ここのところには、路中ありですね。ここは路中券というんですね。なんと、市からですね、年間110ユーロ、まあ、私が行った時には1ユーロ180円したんですけども、今もっと安くなってますが、年間110ユーロで、駐車券を買って、ここに止めて、まあ、宅急便みたいなのがあったら宅急便にも買ってもらうので、これは貴重な収入源ですね。頭使いますね。何も整備しないで市町村は、お金が入り、住民も喜ぶ。なかなかよく考えられるんですね。で、なおかつ言えば公共用の駐車場とかですね、あとやっぱ消防車が入れるようなところですね、きちんと明示して、そこの駐車取り締まりはもう厳しいですね、その代わり。一瞬止めただけでもすぐ回しになってきますから、こういうこうきっちりしたことをやることによって、狭い道でも安全を確保しながら、なおかつ駐車場が足りない中でもうまくやってるんですね。だからこう街中に観光客が止めたりしたらですね、即刻こう注意するんですね。で、じゃあ日本に住んで全くないのかっていうとですね、日本でも意外にこういうことやってる街がないわけですね。これ日向市の三光っていうことで、この赤い通りはですね、毎日変わるんですね。一方通行、止めていい側の、駐車車線です、ね、今日は右側止めておく、今日明日は左側ですね。結構細かいこうルールを作るんですね。特に細かいルールを作ると地元の人以外分からないので、地元以外は止められなくなるんですね。全然地元の人しか入ってこないんです。こういうですね、路中ありのやり方ですね。なんと宮崎、日本の宮崎なんかでもこういう路中ありのやり方ですね。であと街中の外側のこういうところは割合止めやすいので、まあ、港のところも止められるんですけども、うまく外来車が止めやすいところもそれなりに用意して、街中の街中のところを、やっている、まあ、こういうことです。さて、最後ですね、というかその他ですね、今まではだいたいこのぐらいの政策のところはだいたい文化庁の連動で検討政策でできるんですが、さっき米山さんの紹介ありました。町並み保存やってるとやっぱりそこがいい地区だっていうことでですね、どん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 よそからもバックアップしてもらえるようになっていく。でそういうところの中でバックアップしてもらえる中で、非常に典型的なのが、この路面の整備で、文化庁は路面整備するお金が全然ないですから、そうすると大体こう町並み保存やってるところでは、ちゃんと道の舗装を良くして、こういうところの建物が水が入ってくるとすぐ傷んでますから、側溝の整備なんかもちゃんとしましょうということで、これは公共事業で当初の支援を得られたりします。もう片方ですね、ここですね、電柱です。富田林というところなんですが、もう街並みの中にこう電線がほとんど見られます。元はどういう状況かというとですね、こういう状況ですね。
これがこうなるんですね。これ実はですね、電柱地下埋しちゃうと、地下埋設するとすごくお金がかかるので、これはなぜ、こういうとんど返しにするかというと、ね、町並み保存地区をやる、保存をやるとですね、先ほど言った住民合意ということで、町の中の人たちの、話し合いがすごくよく持たれるようになる。で、実はこのとんど返しはどうやってるかというと、皆さんが合意して、こう家の裏側に、敷地内に電柱を建てることを認めてます。だ家の裏側に全部こう電線が通っていて、で電力会社も、保存地区だということで、家の方がですね、この自宅の敷地内に電柱を建てていいよというところに、電力会社の方で電柱を建ててくれる。そのせいで、地下埋設したわけじゃないんですけど、だから実はこうやってよく見ると、ちらちらっとこうあるんですね。家の裏側を通すと、表に通ってたのが、こんなにこうスッキリしちゃうんですね。これは町並み保存で、住民合意で地区の合意形成ができているからこそ、こういうことができるんですね。で、また地区の合意が形成してあって、保存地区だっていうと、電力会社も積極的にこう協力してくれるんですね。こういう例で。で、そういう業務に対しても、またいろんなところからこう支援が出たりしていく。さて、こうやっていくとですね、金のかかる話ばかりなので、大学が入るとですね、お金がかからないところにもいいところがあるということですね。少しその例を紹介します。先ほど言った我々が入ってた山津です。ここ辞めちゃった旅館があって、空き家っていうか、後ろでおじいちゃんおばあちゃんがもう2人で、住んでただけになります。もう我々調査するときにですね、東京から行きますから、たびたび行ってたら、市町村の旅費もかかっちゃいますから、市町村の予算いっぱい使って申し訳ないので、この家をありましてですね、ここで合宿しながら、こう、町並みの保存の調査をやるわけです。で、その調査結果をですね、今日もそうですけれども、市の、主催だけじゃなくて、市に協力してもらいながら、地域の町並み保存会の主催で、何回もこうやってこう、講演というかですね、講演をやった後もこれ飲むのが楽しみですけれども、こうやってみんなで集まってワイワイやりながら、町を盛り上げて、それからですね、合宿してる間中、ここもともと商店街なんですけども、どうも寂しいっていうことで、この家の中で飯食ってるのはしょうがないから、外で飯を食おうということで、外に椅子を引っ張り出してですね、これ夜7時ぐらいですよ。深夜じゃん、ちょっと迷惑なんで、夜7時ぐらい暗くなったらですね、ここでビール飲みながらですね、スイカ食いながらこう、みんなでこうワイワイやってると、だんだんそこに近所の人がですね、おつまみを持ってきてくれるようになるんですね。そうしたら閉めたので、だんだん町の人と仲良くなりながらですね、一緒にこう話し合いをして、それでこういろんな先ほどまで言ったような提案をですね、住民の人にぶつけてみる。この道、歩行者用にしたらどうですか？いやー、やっぱり車は両方から通さんとかなわんわ、みたいな感じでですね、お互いのご意見をぶつけながら、こう合意形成をですね、我々よそ者と入るんですけども、そうやって形成していく。これは、このうちで、ね、こう、一応空き家でこうお金借りたのをすごい安い値段で借りるだけですから、その費用しかかかりませんから、調査を進めるので、こんなことで売り上げます。これはナショナルトラスト時代の米山さんとやったり、もう小田原がこうやっぱりこう空き店舗になっていた、お茶碗屋さんとか、こう町屋の前の間でこういう物置にしてたりがあるんですけども、こういうところを借りてですね、1週間だけこうイベントをやるんですけども、学生総出で掃除するとですね、こんな綺麗なギャラリーになっちゃうんですね。これはほとんど値段安いもんですね。起毛線とですね、プリント台とですね、それからこうちょっと照明器具を工夫しただけですから、非常に安くてお花をいただく。これやったらですね、これは町並みのことまではできなかったんですが、ここのお茶碗屋さんの娘さんがですね、これを見て、もう一回これ使おうか。からこちらの人はですね、もうちょっと亡くなられちゃったんですけど、おまわりさんなんですね。裏でバラ園やってる、そういうおじさんだったんですけども、おまわりさん、定年退職後の楽しみのバラ園なんですけど、自分でこれバラを飾り始めましたんですね。で、町にやっぱり活気が戻ってきたんです。で、それはお金がかかんないんですね。そういうことから始めてくるっていうのが大事で、こういうようなことで、みんなが盛り上がり出すと、行政を放っておけなくなるんで、で、そういうこともあって、実は、町並み保存地区ではですね、脇空き店舗活用が進んでいる地区というのがいっぱいあります。で、
で、これはただ単純にこう補助金があるというだけではなくて、地域の人が町を大事だと思って、まあ、大学とか外部の人と連携しながらですね、先ほどのようなことをこうやってるから、こういう盛り上がりですね、だんだんこう町が、元気になるんですね。で、最後にですね、まあ、ダメ押しですけれども、今こういうことが横行しているといますか、別に稲荷山に限らずですね、老朽化した歴史的な建物が、使えない危険だ、後継者がいないということで取り壊しになっている例が多いと思います。これは日本中全国どこでもそうです。で、これ大都市だとここに新しい建物を建ちますけれども、地方都市だとこれが駐車場とか空き地になっている。でこれは本当にですね、いいことでしょうかということで、ちょっと考えてみたいと思います。これ実はですね、公共にものすごいマイナス面が大きいんじゃないですか。でこれは歴史や、街並みの連続性が喪失しているというのは、これ我々が話したんですけれども、大都市はですね、まだこう建物が新築されると、新住民が増えて、住民税が増えるからいいですけれども、地方都市はどうでしょうか。空き地化するとですね、どん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 こう、収入が減っていきます。まあ、駐車場になったらまだこういうものが継続するかもしれませんが、駐車場になると、駐車場というのはですね、必ず交通事故とか犯罪を、発生させる。だからヨーロッパでですね、街中に駐車場を作ると非常にみんな嫌うんですね。駐車場というのは必ず事故と犯罪を起こす。あとさらにですね、空き地にこう誰もいない後継者がいなかったりしたらですね、もう街に物納するしかないみたいな話ですね。街はですね、空き地を何とかしなきゃならない。管理費もない。建てる建物を建てるお金もない。今市町村そういう話で、一斉できれば何も使いたくないっていうですね、そういう状況ですね。こういう状況になったらどうなるんでしょうというのが今の。じゃあですね、これをですね、一旦ですね、町がですね、買い取ってでも回収して、残してみたらどうでしょうか。で大抵行政はですね、ここで、とってもお金がかかるから、そんなことやるお金がないよという今答えなのかもしれませんが、がですね、一応、こういう歴史や文化を継承できる、イメージがちょっと上がります。で、まあ、ちなみに保存というのは、これの先にですね、どういうことがあるかというとね、今さっき言いました、さら地でも市町村は負担があるんですけども、そこにじゃあ何か新築しようとすると、実は、これを直す以上にお金がかかります。で、文化財もお金がかかるとあると言われるんですけども、やりようによって安く修復するやり方ってあるんです。大体、同じものを建てようとすると、学校なんかで試算すると、回収の方が絶対やっぱり安くするんですね。新築の7割、6割。で、こうやってですね、新築して使うよりは、新築するよりは、回収して、例えばイメージアップするだけで、ここに稲荷山にですね、人が来てもらえるようになったらですね、実は、もしかすると、いろんな面での税収もアップするかもしれない。ヨーロッパの町はみんなこう言ってます。なぜあなたの町はグリーンものを残すんですかって言ったらですね、うちの町は、これなくしちゃったら、食っていけなくなっちゃうよ。誰も来なくなっちゃうよ。うちの町はこれがあるからこそ来てくるんだから、これ一瞬買い取ってでも、だからその後ちょっと違う。日本は買い取って保存すると、公共が持ちっぱなしなんですよ。ヨーロッパやアメリカはもうこうやって人気が出てきたら積極的に貸すし売ります。使いたいという人に、公共が手を入れたものをどんどん貸したり売ったりしてもう一回その民間に入ってきてもらうための、ステップとしてこれをやってるんですね。今まで日本はそんなことやってないのでこう想像がつかないかもしれませんが、古い歴史的な建物をちょっと一旦公共が面倒を見てあげて民間への橋渡しをして街を再生していくっていうことで、ヨーロッパ、アメリカでは当たり前にやられていることで、つまり公共が不動産に積極的に介入している、そうやって町のバリューを上げているんですね。で日本はこれがなぜ苦手な典型はですね、日本でこんなものを手は出さないんですね。ゴミ屋敷のまでありましたね、ある町でですね、山積みのようにゴミをしてですね、それを誰も手が出せないんですけど、マスコミもこう報道してました。ありえないですね、ヨーロッパでその話をしたら。だからゴミ屋敷なんかがあったら、その町の全体の価値下がっちゃうじゃないですか。そしたら大きな損失でしょう。あなたの町のイメージ悪くなっちゃいますよ。
今ヨーロッパやアメリカの街は町の間で競争でですね、どうやって自分の町のイメージをアップして、あの人が住んでもらえる町にするかですね、人気のある町で頑張るのか、これにみんなが頭を悩まして競争なんですね。日本だけですよ、気楽なゴミ屋敷ほっといてですね、誰も手が出しようがありませんなんですよ、ね、こういうものこそやっぱり最初に言った公共が積極的に介入して町のイメージを悪くしないようにした。まあ、日本だとマスコミがあんまり騒ぐんで、ここはゴミ屋敷だってみんな見学に行っちゃうかもしれないですけどもそっちの方が観光に資したりするんでちょっと問題なんですが、まあ、そういうことは置いときましてですね、まあ、とにかく、これ古い町でですね、どんどん空き地や駐車場を増やしていくことが本当に町にとっていいんですかということをですね、最後に言って、最後それをですね、比例数に行ってます。町並み保存というのはですね、まあ、よく文化庁の人たちとかが説明を聞いちゃうとですね、どうもこれを保存で、成長をストップさせて元の姿に戻すんだって、ね、まあ、こういうふうに考えられる方がほとんどだと思うんですけども、町並み保存というのは決してそうではありません。今までの歴史の積み重ねの上に、その歴史を大事にしながら、一枚新しい紙を積み重ねる、昔を尊重した新しい構、これまでの財産を生かした保存をキーワードにした改良再生の街づくりなんですね。こう考えることが、非常に重要だと思います。じゃあその時に修理や復元って何でしょうということは、これはですね、実はどんな街でも過去のこう積み重ねの時にとっても輝いていたキラ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 した時代っていうのがあるんですね。で、どの街もですね、やっぱりこの輝いた時代に何か戻りたいねっていうのがみんなやっぱ共通の認識でありまして、逆にその復元してみましょうとかっていうのは、この輝いていた時代の輝きをちょっと取り戻すためのみんなのこう認識をやるための一つのツールに過ぎないって考えるとですね、やることがはっきり分かってくる。だから町並み保存はですね、決して過去に戻すためのものでも何でもなくてですね、歴史を積み重ねるための、だから日本はですね、これを応じてですね、この紙を全部こうなくしちゃって、もうまた一枚新しい紙からやろうってですね、これが今までの全部さら地にしちゃって、新しい紙作っちゃいました、ね。過去が何もない。こういうふうになっちゃうと、また一からこう紙を積み重ねて、こういうことはもうやらずに、過去を大事にして、今の紙を重ねましょうとですね、こういうイメージになってもらえれば、そういうことは成功するのかなと。ということで、ちょっと時間をオーバーしてしまいましたが、私の話はこれで終わりにしたいと思います。先生には守り構成に伝えていく国民の財産であります、文化財の一つであります、伝統と建造物、保存地区制度について、分かりやすくお話しいただき、制度への理解が深めることで、ぜひ大変ありがとうございました。さて、ここで、少し時間をいただきまして、皆様に質問をお受けしたいと思いますが、質問ある方は遠慮なく手を挙げていただきたいと思いますが、長町の高村と申しますが、今日お三方の先生方にお話を出たまわってですね、年金について皆様理解ができたと思いますし、またダリアマがですね、この前提に該当する町並みであろうというようなことで、まあ、勇気と希望をもらい、またやる気も出てきたという方もあろうかと思いますけれども、今まで行政で主導で来ているわけですね、まあ、調査もそうですけれども、去年、今年と、まあ、行政主導で、来ておりまして、今日の先生のお話を出たまりますと、やっぱり民意の行動、民意の形成というのはですね、何よりも大事だというような気がするわけです。で、まあ、過去に今この全権を受け入れてきたところでですね、なんかその民意構成を得るためにですね、まあ、なんかこう組織を作ったとか、あるいは、まあ、体制を、こんな体制を見たとかというようなことがあったら教えていただきたいなということでございます。そうですね、だから、先ほどちょっと米山さんからも話がありましたけども、大抵こういう町並み保存をやってるところは町並み保存会という、
住民を中心にした、組織っていうのがあって、そこが中心になってこういろんな活動をしているっていうことが多いんですね。こういう講演会も、まあ、今日は市の主催ですけども、町並み保存会が主催で、市がバックアップをして、会をやっているみたいなことが、多いですから、ぜひそういうことをまずやられたらいいかなと思います。であと、そういう会の中でやっぱ一番活発なのは白川村だと思うんですけども、白川村はですね、その保存会が、まあ、もちろんその役所もバックアップしてるんですけども、保存会の中にその保存地区の修理を面倒見る技師の方がおられて、でそこで雇用されて、ちゃんと、職業も得て、ちゃんとこう生活もして、若い子が2人ぐらい。保存地区の修復の面倒、さらには、その保存会でもって、白川村、茅が必要ですから茅を集めたり、提供したりとかっていうことをその保存会が仲介でやる。さらにはですね、白川の隣の菅沼とか藍の倉は、先ほど言った駐車場ですね、駐車場をみんなが作っちゃうと、それぞれ競争になって町の風景がどんどん壊れていっちゃうので、村で共有のっていうかですね、一個駐車場を作りまして、それをその保存会が運営管理をしていて、その駐車場の収益を皆さん の, その修復に充てるというです、ね、共同のやり方をしているので、いろんなそういう、こう保存会があるんですけども、特に農村部の方がやっぱり、もともとの集落の合意形成が強い早いし、こう運命共同体的な、感覚が強いので、よりこう農村部のそういう保存会の方がより参考になる動きが、分かるのかなと。あと例えば木山町なんかはですね、町並みの保存会だけじゃなくて、もともと農村部なので、地域ブランドですね、農業のブランド化を目指してた連中が、このかやぶきの集落っていうのがブランドイメージにぴったりだということで町並み保存と結びついてこうすごく頑張ってやってるところがあるので、まあ、町並み保存会ももちろんですけど、そういう、こう同じベクトルの方向に向けるこう組織、既存の、ね、こう組織と一緒に保存会が、手を取り合ってやっていくなという方向も、一つ参考にしたいなというふうに思います。今白川郷の話先生さん、白川郷自然環境を守る会という会なんですが、そこはね、今言われたことのもう一つね、建て替えとか修理はその会を通さないとできない、住民が住民をコントロールしてる。だから文句もあるし、喧嘩もあるんですよ。僕は喧嘩見ましたから。で、全然同盟してよ、その守る会に断りなくね、やった人がいたら、ユンボ持ってってぶっ壊しちゃったんだ。本当に。だからそれだけしないとやっぱりね、信頼関係を築けない。要するにね、行政に言われてやね、ダメっていうのは、住民のが住民をコントロール、合意形成する。そういうことでね。みんな共同責任ってこと。さっき先生もおっしゃられたね、ヨーロッパの街がね、ミリフィルムがあったら街全体のイメージが崩れてますね。そういうことですね。白川はそれ一番する。でも今それ白川もだんだんそれがコントロールがいかなくなる。それはなぜかというと、世界遺産になって200万の多くの人が来てお金持ちが増えてるんです。いいですか。僕は今日津軽で、花嫁行列の言う形でね、観光総裁やれって見せました。ああいうものはね、めんどくさくなってめんどくせえ。屋根引きもね、業者に頼んだから楽でいい。朝から引き上げてね、夕方終わって終わった後、お酒で宴会やったりで土産を出すのは大変だと。1年前から頭を下げて茅を集めるのは大変だと。ちょっと困ってるんですよね。コミュニティが崩壊してる。それは金です。あんまり儲かる人がいると、一人勝ちするような人がいると困るんです。ですから、ある意味の観光という意味でね、素人は観光は非常に危険ですから。もし物を売ったりするときは、共同組合などを作って、三山、今先生が言われた三山、京都、ブランドですね、一軒でしか売れない。そこはみんなが収益がを分配したりですね、もらったり、嫌なこともいいことを分け合ったり。ですから最初から申し上げますが、みんなでやっていくということです。どうでしょうか。共同先生に限らず、他の先生の方でも、構いませんもので。よろしいでしょうか。後藤先生。
今後のイラリバーの街づくりの上で大変参考になるお話賜りまして、本当にありがとうございました。皆様、改めて盛大な拍手をお願いします。ここでお忙しい中、講演いただきました講師先生皆様に一言御礼を申し上げます。後藤先生、井上山先生、土本先生には本日誠に素晴らしい講演をしていただきありがとうございました。分かりやすく伝統的建造物に保存地区についてお話しいただき大変魅力になりました。講演内容を今後の稲荷町の町づくりに生かしたいと考えております。大変簡単でありますが、先生皆様のますますのご活躍とご検討をご記念申し上げるとおり、今後ともご指導を賜りますようお願い申し上げ、本日のお礼とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。ご覧の皆さん、今日の先生方に感謝の意を込めまして、どうぞ今一度大きな拍手をお願いいたします。